ヤーガン族の人々ヤーガン族は、かつて南アメリカ・フエゴ島の南の島々から、ホーン岬にかけて1万人以上も存在していた、コーノスールの先住民である。世界で最も南に位置する民族とされる。19世紀の英語圏では、フエゴ人と呼ばれていたが、現在では、ティエラデルフエゴの先住民族の総称として、使われている。例えば、セルクナム族は、 ティエラデルフエコの北東部に住んでいた。孤立した言語であると考えられている、ヤーガン語を話す人もいる。しかし、ほとんどの人はスペイン語を話す。2017年現在、チリ領内に住むクリスティーナカルデロンは、最後の純血のヤーガン族かつ、ヤーガン語を母語とする最後の人として知られている。ヤーガン族の森の穂先ヤーガン族は、伝統的に食物を集めるために、島の間を、 カヌーで渡る遊民であり、狩猟採集民であった。男性は鹿を借り、女性は甲殻類を集めるために海に潜った。1871年、英国国教会の宣教師、トーマス・ブリッチスとジョージ・ルイスは、ティエラ・デルフェゴに伝道書を設立し、そこで二人は家族を養った。ブリッチズは、ケッペル島に住んでいた17歳の時から、ヤーガン語を学び、十数年の間に文法と、 単語3万語からなる、ヤーガン語、英語の辞書を編集した。ブリッジズの次男ルーカス・ブリッジズもこの言語を学んでおり、そうしている数少ないヨーロッパ人の一人だ。その時代の歴史を記した1948年の著者の中では、外名もしくは辞書は、山名を意味する、複数型は、ヤマリーと記している。ヤーガン族という名前は、彼の父、トーマス・ブリッジズが、 彼らの領土であるヤハガシャーが、またはヤハガ海峡という地名をもとにして、初めて使った。彼らは自らをヤハガーシャゲロンモラ、意味、山と他人の海峡の人々からラムはカラを意味する。オラは人たちの総称で、単数型はウアであると称した。それはトーマス・ブリッジスが最初にこの言語を学んだマレー海峡周辺の住民の名前だった。テケニカという名前は、 おすて島での言葉をお写して、初めてつけられたもので、単に、わからない、うまくいかないから、を意味し、誤解された質問への答えとして生まれたことが明らかで、ある。極度に寒い気候の地域に住んでいたにもかかわらず、初期のヤーガン族は、ヨーロッパ人との広範囲に及ぶ接触が終わるまで、ほとんどあるいは全く衣服を着なかった。彼らは、厳しい気候を生き抜くことが可能だった。 その理由は以下の通り。彼らは暖かさを保つためにボートの中も含めてできるだけ小さな火の周りに集まって暖を取った。ティエラデルフエゴの名はヨーロッパの探検家が通りかかった時に多く見られた焚き火に由来する。彼らは岩場の構造を利用して雨風から身を守った。彼らは動物の死亡に身を包んだ。時間の経過とと,ともに彼らは 平均的な人よりも優位に高い代謝を進化させ、より多くの内部体温を発生させた。彼らの自然な静止体制は深くしゃがみ込んだ姿勢であり、それは彼らの表面積を減少させ、体温を保つのに役立った。パタゴニア南部におけるヒスパニック移住以前の民族の分布や元族は、北からの敵に追われて、この荒涼とした場所にやってきたのかもしれない。彼らは、 高温岬周辺の厳しい気候に全く無関心だったことで有名だった。焚き火や小さなドーム型のシェルターがあったにもかかわらず、ティエラデルフエコの玄関と刺すような風の中、彼らはいつも裸になっていた。女性たちは南緯48度の海域で海を求めて泳いだ。ヨーロッパ人が毛布の下で震えている間に、彼らはしばしば開放的で完全に、 無防備な裸で眠っているのが観察された。ある、チリの研究者は、彼らの平均体温は、ヨーロッパ人より少なくとも一度は高かったと主張した。アブウェイラ・クリスティーナによって燻製された、ジャンカス・イフーゼスで編まれている、ヤーガン族の伝統的なバスケットマテオ・マーティニクは、クロナケイド・ラス・ティロス・デルシュール・デル・キャナル・ビーグルで、ヤーガン族の人々の下には5つのグループがあったと主張している。 ジェンディガヤからプワーターボロまでのビーグル海峡と、マレー海峡の両岸に住むウォーケイモラ。プエルト・ウィリアムズから、ピクトン島までのウトマーラ・プンタ・ディバイドから、ブレック・ノックまでのビーグル海峡のイナルマーラ、クックアンから、ホーオン・ミサキまでの南西諸島のイルアルマーラ、ホーオン・ミサキ周辺の島々のイエスクマーラ。ヤーガン族は、ティエラ・デルフエゴ内に、多くの一時的な、しかし往々にして、 再利用する居留地を確立した。巨石時代の重要なヤーガン族の遺跡が、ウルイア湾で発見された。シー・マイケル・ホーガンはこれを、バヤ・ウラヤ・ドーム・ミデンズと呼んでいる。ナバリノ島、メヒロネス、ヤーガン族の墓地ヤーガン族は、フェルディナンド・マゼラン、チャールズ・ダーウィン、フランシス・ドレイク、ジェームズ・クックや、ジェームズ・ウェッデル、ジュリアス・ポッパーら、出会った人々に強い印象を残した。 16世紀初頭にスペインの探検家たちがティエラデルフエゴ周辺の地域を訪れたが、ヨーロッパ人がこの地域とその人々に興味を持ち始めたのは19世紀になってからだった。ヨーロッパ人がこの地域に入植し始めた19世紀半ばには、ヤーダン族は3000人と推定されていた。イギリス人将校のロバート・フィッツロイは、1828年11月にビーグル号の船長となり、 初の調査公開を続けた。1830年1月28日の夜、船のホエールボートが、笛語人に盗まれ、1ヶ月以上の無駄な捜索の末、彼はガイドを連れ、囚人は大部分脱走し、最終的に男と少女を人質に取った。1週間後、彼は別の若者を人質に取り、5月11日に、ジェミー・バトンを逮捕した。 なかなか上陸することができなかったので、野蛮人を文明化すると決心し、英語、キリスト教のより明白な真実、一般的な道具の使い方を教え、ビーグル号をイギリスに連れ帰った。ボートメモリーは死んだが、残りは1831年の夏に、ロンドンの裁判所に出廷するに、十分な文明化をされたとみなされていた。彼らの船が、 そっちに到着した時に出会った原始的な姿とは対照的な振る舞いはチャールズ・ダーウィンに強い印象を与えた。彼は島での地元のフェゴ人との最初の出会いについてこう語った。例外なく私がこれまでに見た中で最も奇妙で興味深い光景、野蛮人と文明人の間の差がどれだけ大きいか信じられなかった。野生的な動物と家畜の間の差よりも大きい。 人間には改善の大きな力があるのと同じくらい大きい。対照的に彼はヤーガン族のジェミー・バトンについて彼の多くの優れた性質を考えてみると彼がここで最初に出会った哀れで堕落した野蛮人と同じ人種であり同じ性格を持っていたことは疑いもなく素晴らしいことのように思われる。といった任務は三人の笛語人のために設定された。一年後。 ビーグル号が戻ってきた時、乗組員はジェミーだけを発見し、彼は部族生活に戻っていた。それでも彼はイギリス人が驚くほど原始的な方法だと考えていた方法で、彼がイングランドに戻ることを少しも望んでいない。彼の妻と暮らすには幸せで満足しているとすぐに英語を話し、彼らに保証した。このフェゴ人との出会いはダーウィンのその後の科学的研究に、 重要な影響を与えた。ヤーガン族は西洋人によって運ばれる風土病によって滅ぼされた。イギリス人はフォークランドのケッペル島とフエゴのティエラデルフエゴのウシュアイアに伝道書を設けて現地人に英語、キリスト教、農業を教えた。ヤーガン族は19世紀前半から半ばにかけてヨーロッパの捕鯨業者が最もカロリーの高い資源を枯渇させ、 岩で刻んだ以外に頼らざるを得なくなったために生息地が破壊された。その結果、以外の収集と加工に必要なカロリーが大幅に減少した。19世紀後半にはゴールドラッシュや羊の養殖ブームのために移住者の波がこの地域に押し寄せた。彼らはイギリスの財産概念を理解しておらず、かつての居住地にいた羊を 密漁した罪で牧場主の雇った民兵に追われた。世界一周単独公開で、ジョシュアスローカムは、彼がある、特定の地域で停泊した場合、ヤーガン族に襲われ、あるいは殺されるかもしれないと警告されたので、病を彼の船スプレー号のデッキに巻いた。1920年代には、イールーカス・ブリッジズがと述べたように、先住民族を保護するために、 フォークランド諸島のケッペル島に最低重するヤーガンもいたが、彼らは減少し続けた。最後から2番目の純血のヤーガン族、エメリンダー・クーニャーは2005年に死亡した。2017年現在、最後の純血のヤーガン族は、アブエラ・クリスティーナ・ナカルデロンで、チリ領内に住んでいる。彼女は2009年時点では、ナバリノ島に住んでおり、ヤーガン号を母母とする最後の人である。 最後のヤーガン族の純粋な血統を持つものとされる。ヤーガン族は南アメリカ大陸の南端まで移動したモンゴロイド族の一つである。2018年1月20日の日立世界不思議発見で特集され、姉、ウルスラカルデロンを失って最後の一人となった彼女の住居をミステリーハンターが再訪した。そしてこの歴史を貴重な写真を交えて紹介し、 ドイツに住んでいる、孫の一人であるクリスティーナ・サラガが10年間を祖母と暮らし、絶滅の危機に陥った、ヤーガン号構成に伝えるために辞書を作った話も紹介された。クリスティーナ・カルデロン最後の純血のヤーガン族2002年のチリの国勢調査によると、チリには1685人のヤーガン族がいた。ありがとうございます。